こっちから声聞こえた気がするけど、ちょ、俺全然動けへんで。どけー、あ、すごい、いける気がする。おっそすアンホーリー続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ何やら列車に乗って、どこにやってきたんでしょう。もうでもそろそろラストが近いんじゃないかなと思ってるんですが、参りましょう。とうで、うっち、何何の音、ちょっと、あらら、あら、めちゃマミー、マミー、え、息子、息子どこ、声はしたけど、仮に俺がマミーやとして、俺の息子やとして、俺仮面かぶってんやけど、俺を見てわかる？何ここ、死体あるよ。こっち側は何もないね。ガチャン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 、敵の気配なし。ああ、あ、どこ、ちょっといるよ。で、どっから来いそうね。あ、急げお前たち、動力を起動させる。ちょっとズベ、危ねえ、死体、死体よく見て、ドアをしっかりと、いやめっちゃ死体転がってるし、やば。ああ、ああ、痛い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 、石ころ痛いよそれ、まあまあでかいよ。わあわあ、あ、誰かいますだ、誰の何の音声、ああ、首のないやつとか足だけとか、ちょっとすいません。わあ、この場所が疫病に飲まれる前に儀式を止めないと。パチンコは結構弾持ってるな俺な。地雷とかまた作らなあかん感じ。敵の気配はない。弾いっぱいあるけど、別にいっぱいやから持ってるから一応進むよ。ああ。わ。焦点の時が、だ、開いた。なんて？子供なんちゃら言ってた。あれは、あれは、あれボス？おい。どれで攻撃するのか。でも多分今は何も食らわんのな、多分な。仮面いっぱいあるな。なんじゃここ。やんのか。おい。あ。すごい場所。なあ。あ、虫けらめが、また遅れてきたな。俺そんな遅刻まないの。我こそが神の化身なり。え、どこ行くの。神の化身、あら、結構すごい施設なんですねここ。大事さいよ、止める。なんだなんだこの機械。あ、なんかすごー、あ、
ってる？な、あ、え？違う？は、あれを何箇所か、あ、こちらか。ビリビリあります。え？じゃあなんかダメージ食らってる俺。え、そのコードどうなってんの？ん？いった！えぇ、どういうこと？スキップ。大司祭を止める前にこの機械を止めないと、ここ入れない。違うな。あれがこれをちょいは？え？スキップ。こっちは行けへんってことかな。行けなさそうよな。でなんか痛い。ここいたら。でででで。うわ危な危な。あでも縦なってるっぽい。ちょ待って。うわ。あなんか回数制限ありそう。ペペ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 。そこ。こっちか。ちょっと待って。攻撃回数多すぎません？この辺あなんかある。危ない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 。ここ。おい。なんか触れてない？何ここ、どうやってあれをはっ登れねえ。ちょっと待って、ここ安全っぽいね。なんか回ってるよ。ふだだだだだだ、なんか来た、何これ、ちょないどっから来たお前。急に来たぞ、なんか何あれ。あー怖い。あれをなんかだ、これなんか使うのか。しゃがみ、当たってるやんけ。それは何を。あ、なんか大事な線路っぽいよ。いやでも危な、触れへんぞ全然。怖い。あ、いっぱい壊れてる、ごめん。なんかいっぱい壊れてる。でまたお前来た。お前を多分、ちょっと待ってな。どいてこれが。いや触れへん。なんかせなあかんっぽいけど、こうすれば。お前危な、お聞いてる、き、あ危な、え聞いてるらしいぞ。聞いてるらしい。これでこの青色になるやつで見た方があれか。ちょっと待って、ビリビリ、なんかビリビリ出てきたよ。あれちょっと待って、あそこはちょっと押さないで。いやいった、当たってんのかい、すごっ。あいた。でやべ、こっち何もない、障害物がない、痛い。障害物ここ大丈夫、耐えた。鍵がかかってる。鍵、ああなんかビリビリすごいことになってんねんけど。おうおうおお、ちょっと待って、タイミングが分からへん。いける？お？
と、だタイミングがわからん。今です。で、はっ、あ、もう壊せそう。あるね。あとは向こうにレバーと、あそこもなんか、あれスイッ、合ってる合ってるのかい。なんか、残りの発電機も落とせばさらにあの男弱体化やから、危な、こっちに多分、危ねえ。ちょっと待って、ゴー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 、これ触った、だだ、発電機が、いったい、ごめんって、え、見えへんって、せちょだい、どこが安全圏、あ、あれあれあれ、ここ、あれ違う、あれ黄色青、あれちょっと危な、はあれか、入ってへんやつか、お前にが、危ねえ、入れて、ささ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 さ、さ、ちょっと待って、むずすぎるむずすぎる、これで、うん、あれ俺なんか違う弾入れてる、どう、あれ爆発するんじゃないの、するやんけ、これでどう、お前は何もできなかった、まだか、残りの発電機もまだあんのか、どこ、お、この線たどっていけばいいのかな、この辺なんか障害物、わからん、ちょっと障害物、障害物がない、ちょっと待って、ここやば、あ、ここ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 、あれを、あれビリビリなってるから、やっぱあれ壊さなあかんじゃん、ちょっと待って、むずいさささささ、あ、鍵開いてる、ポチッと、お、お、お、どうだ、ういー、あ、いった、マーム、ウェイクアップ、お、息子、プリーズ、マーム、ユハフトウェイクアップ、あ、ニードトゲットアップ、あ、息子、まずいわね、でも中央に、あれ息子、おらんぞ、よう生きとったなっていうかむず、よう生けたわ、でアウアサバイバー、サバイバーじゃなかった、セイバー、はっ、でこっちでいいかい、今さらの蒸気、さっ、あ、さささ、さ、登る、ささで、これは、いや関係ないな、開けま、祠あるね、だ、あの男はここから力を得ている、失えば無力、ちょっと待ってな、なんか拾ったな、預言者の命、命により、あなたにはあらゆる犠牲を払ってでも機械の核への電源を維持する義務がある、
くれぐれもリアクターのメンテナンス中に水道管を損傷しないように注意すること。水道管を損傷させろって言ってます？どこここ？これまだこのタイミングでまだ強化来るかい？あ、でも全部いけた。ちょっと多めに手に入ってる？多分俺何個か見落としてると思うんやけど。で、なんかまだありそうやね。まだこのタイミングで強化来るんやもんな。触れる。で、あそこ赤いの、ツン、届かない。これをじゃあ開けて、いったよ。あそこ開ける？開かない。なんで？これください。あ、母さん、ど、目立たないように。まだなんかいるの？これでも開けるやつやんな。ちょっと、めっちゃブレるな。どうしたはっどういうこと？え、開くやんけ。はっ、いってー、何が、あ、地雷踏んだの？待って、あ、ちょっと待って、まだ敵いっぱい来そう。見えるやつ？いや、分からへん。この黄色があるってことは、でもゾンビ出てくるってことやな、多分な。いない、いない、まだいない。多分いるわ、奥。うっくら、とりあえず、いやー、ちょっと待って、これ来て、開かないよー。でもってな、多分おったよな今な。なんかあそこできるな。赤色、赤ー、は、ちょっと来ないで。は、これに弾を、違う弾入れといて、ゾンビ倒そうも。てか赤色の弾がね、来てくれ。一匹ぐらいなら倒せるけど、ちょっと母さん隠れてっつってるな。でもこっちに行かなあかんやろ俺多分。あ、行けるやん。ああ、ちょっと、あ、来た。ちょっとすいません、あ、すいません、スライディングばっかしてます。で、来てる？来てへんやんけ。赤色の弾が欲しいから、ちょっと黄色この辺打っといて、これ取って赤を開けて、で、なんか食らってる。なんだろう、とりあえずここ登る、最初登る。で、黄色いっぱい、黄色がいっぱい。こっからどこ行ったらいいの？あれを多分なんとかせなあかんと思うんやけど、ちょっとさ、いや、これは機能してない地雷多分。なんかもういっぱいだよ。
なんかいろいろあるよ。どこ行ったらいいの？あ、ぽいところに、ぽいところ来たんじゃない？鍵、まあ開かへんわな。あ、そのケーブルは、そのケーブルはどこに繋がっている？あっち？ちょっとマップがわけわからないんだけど。で、あの見えへん敵がおるわ。見えへん敵おるわ。あ、これ開けたいけど開けられへんわ。向こうに行かなあかんよな、多分な。え？なんか積んでない？いろいろ。ここにもっかい帰ってこなあかん感じっぽいぞ、なんか。おい、これ降りなあかんよね、多分ね。やば。まずはあっちに行きたいから、その辺からで黄色とりあえず打っといて、この辺拾えない、見えない、できる。あっちに行きたいけど行けない。このエレベーターを作動させれば、いやちょっと待てや、このエレベーター暗え、あれか、あれを、うん、いや爆発するタイプかい。でちょっと黄色っといて、あ、なんかあるわ、これ。はい、触れへん。何これ。私は警備、エレベーターが作動しているときは発電機がかなりの高電圧。知らん。さっき言ってたあれかな、水道管がどうたらとかいうやつを探さなあかん感じなんかな。だとしたら青色のこの状態にすれば、いや、なんか見えてそうで見えてへん。あっちに行かなあかんのか。あそこってでも元々俺がいた場所やんな、多分な。ちょっと、どこに、どこに行けばいいの？そこ、とりあえず、あれ？まだ上あるわ。ここは多分まだ来てない場所だと思いますけど、暗すぎて見えん。赤色、この辺になんかあんのかな。できおるな。あそこのレバーがでもやっぱなんか大切っぽいよね。ちょっと赤色いっぱいちょうだい、もっとちょうだい。この辺でなんとかなる気がするから頑張るから、ちょうだい。何個持てる？まだいける、持てるだけ。よし、これでとりあえず黄色で敵をどっかにやれば、パッてやっといて、で降りれない。これはガチャンできない。
それ、え、ここ上には上がれんか。ここにあれか、なんか最初のなんかを持ってこなあかん。ここらへん登れませんか。登る方法があると思うんですけど、あれを多分壊さなあかんってことやんな。触れへんもんな。いや、もうこの辺に見えへん敵がいっぱいいるのは分かったから。このゲームちょっといろいろむずい。あー、これなんか動かせそう。これを、いやー、ほとんどレバー触れへんのよな。敵の気配を感じます。それをあれか、爆破、ちょっとそれ違う、これにこれ入れて、で分違う、ちょうだい。こうすれば爆発ジなんかいた、なんかいたよ今。ちょっと黄色が欲しい。一回登る。いや、ここやば。これで多分でもどけれたよな、あれで。あれでレバーが動く。いるね。なんかあそこに目のマークが出てるのが気になるんですけど。行く？行ってみる。ザッサッサ。何ここ？あ、水道管のとこ。ロッカー。いや、見えへん。あ、ここか。ここに戻ってくるのか。え？ちょっと登りまーす。いや、殴られてまーす。こんなここむずいかね、最後の最後まで。なんかいろいろいじってるけど、マジであとどこで何をすれば。さっ、黄色くれ、1個だけ。クソムズなんすけど。いてえ、地雷。弾入ってるやつと入ってへんやつとあるからよう分からんのよ。いや、でもここ何も多分変わってないよね。戻ってきたけど、結局これを多分開けなあかんやもんな。どこ行けばいいね。とりあえず開けとくわ。いっぱいあるわ。むずいわ。どうしたらいいのか全然わからんねん。とりあえずでも、あ、これは動かせるでしょう。動け、オッケー。さっきここ壊したもんね。で、敵いるね。あ、押されとる、アホ、バカめ。いや、そうじゃねえ。で、黄色打っといて、どいて。これをとりあえず向こうに押していきたいから、次これ動かせってか。そういう感じやな。
むずいな、いろいろな。これをドン。なんで俺が死んでんねん。え、どっから、こっから。I need to stay low. ふざけてるわ。まずはだから、ちょっとしゃがんで進んで、しゃがんで進んで、バグらないで、引っかからないで。ここ通って、なんで通れへんねん、先通ったやろ。おい、どうした、なんで先通れたのに。おい、ザックソゲーか。おい、できるよ。これに入れて、どいて、取らして、で、あいつを爆発、これで動くでしょ。 OK、 ここら辺までは。え、怖いからこれ撃っとこう。で、次ここを動かすための、ああ、さっきあれを撃って俺は死んだから、これぐらいの距離なら。違った、違う弾撃った。え、そもそもこれ爆破で合ってるのかどうかもわからないんだけどさ。ていうか弾ないわ、弾ないっすか、弾ください。この弾や、俺弾持ってねえ。狙いが雑いのよね。ここ、それで動かすわけではないのか。はあ、むずすぎる。パズルがアホなレベルのむずさ。なんかチカチカ言うてるよ。解除、違うな、それ入れてるな。返して。あそこがあれやんな、なんかもっと見なあかんのが。あれ、お前ら上におらんかったはずやのに今おったぞ。あれ、さっきおらんかった気がしたのに。そりゃねえぜ、そりゃねえぜお前ら。で、ああ、そっか、ここさっき俺壊したから。どこや、俺どこにいんねんマジで。現在地がさ、現在地がようわからんのじゃ。あれ、開いてるぞ、なぜか。ガッチャン、あー、これで、あー、いけた。なんかあれかな、順番通りやってたら勝手に開いてくれてんのかな。何がトリガーになってんのかわからんけど、開いたぞ。で、黄色や、黄色、黄色で、どこ、はっ、その辺打っといて。で、これで動くでしょ。 OK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 。 で、次はそっちだ。なんで、おい、俺にも行かせ。はは、次か、この辺ようわからん。あ、でもあそこにもあるぞ、敵は。いるね、いるんだね、結局ね、どこに行ってもいるんだね。この辺から降りれへんか。
こっからいるね。撃たなあかんの、ね、やっぱな。あっ、いや当たってない。そっちめちゃくちゃやなゲーム性がめちゃくちゃやな。でこっからいけるか。あーあー、ここなんかわからんけど撃っとけ。でオッケーオッケーオッケー、いった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 。でおっしゃ、いけてる。順番通りにやっていけばとりあえずなんとかなる感じっぽいな。うるさいぞ、くれ。で入れて、これで破壊すんのかな。ちょうだいな、もっともっと。音うるせえわ。レバー押したり、俺死んだら嫌やで。何もないからあれ破壊でええんかな。行く。お、天柱よこのクズ野郎。うつ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 う、危な危な危な。さあエレベーターに乗ってさっさと、あ、いいよそういうの出してくれるのありがたいけど、それどこ、こっちの黄色をまた打っといて、あっち、あ、こっち、こっち取る、さよなら、こっちもう普段のパズルでもそういうの見せてよね。こっちこっちこっち、こっち、でエレベーター動く、動く、動く、いけたー。で着いた。したいと、あ、おばあちゃんの絵と息子の絵があるよ。あれおばあちゃんかな。あ、私の出番ね、ドロシー。私が教えた通りに感情、憤怒を使う。倒すのよ。おばあちゃん。え、は、今さらのなんか能力ですか。なんだ、大スター歌うしガブリエルを救出しましょう。なんかこれかい、赤色の憤怒が、てかなんか死にそう俺。え、こっちから声聞こえた気がするけど、ちょ俺全然動けへんで。どけー、あ、すごい、いける気がする。うーそごー、合ってる。なんかちょっと待って、なんでこんな見えにくいので、待って、俺はどこ行ったらいいの。こっち、こっちから声聞こえたような気がしたんやけど、いける感じじゃないよね。どこ行ったらいいの、行き止まりじゃない。なんかすげえ音すんねんけどさ。あ、そっち行ける。あ、行けそう。で、ゆるね、ほら、ここに来ての攻撃手段じゃ。多分ハマっとるわ、あいつバカだれい。生きてらっしゃいますか。
あ、誰、どこ、何、弾無限やぞ俺多分。見に行く、あ、来る、うう、外したほら、どうじゃ、待ってんのか、どっちじゃ、こっちか、迷っとるわ、崩れる、だー、来る、お、上から、ちょっと、あ、いっぱい、やめて、バカだね、さらに、まだいる？と、光りすぎてて、光りすぎて見えません。炎が怖いです。このゲーム、まだなんか俺が燃えて死ぬなんてことが普通にありそうやから怖いです。おい、おい、合ってます？なあ、さ、さささささ、いっぱい。お前らは倒しいんかな。味方やったらごめんね。え？な、何してらっしゃったんでしょう。まだいるね、いっぱい。おれ、さらに、あ、もう少しで終わりなんだ。来たかい、この扉の向こうにあいつがいる感じ。ふん、来たぜ。いや違う、エレベーターでした。合っている、は、合っている、あ、10章クリアってなったぞ。え、お、お、来ました、パチンコでやってやるわ。あ、息子来たぞ。マスユー、ディストロイエブリティングダツビヨンドヨーフィーブルコンプレヘンション。ウィルセーブユーオール、アイウィルメイクディスプレイス、めっちゃうるさい。バーリ声でかい。焦点しないわけ。わあ。あ、相手になってやる。ただの女じゃない。マザーです。はあ。あれ。虚無よ。お。シャッター。あれ。倒しちゃったよ。バラバラ。My Felix, Domar. は。あ、息子。あれ？倒れました。あ。あれ？ Imagine a world in which。みんなが自由な世界を思い浮かべて。痛みからの自由。あららららあれれれれれ。Think of a world in which you and your loved ones could live for eternity. 帰ってこれた？大丈夫だよ母さん。これからは僕が守ってあげるから。約束。共に作りましょう。魂が救われる場所。え？ Let us feel together the power of the 私たちの清める炎。あれ？ A fire in which, if you really believe, 信じれば全員を救ってくれる炎。え？ Open your eyes. ということは最終的に。Open your eyes.
最終的に俺たちがなんか宗教作ってます？アンホーリー。あクリアです。いやー難しかった。まあ難しかったがちょっと先行したかな。ホラーゲームではあったと思うんですけれども、なかなかにパズル要素といい、あのゾンビみたいなのを避けながら何したらいいかもちょっとわからんような仕掛けが結構あったりとかして、ああかなり難しかったゲームで、道中イラつきつつなんとかでも頑張ってクリアまで持ってこれました。結局宗教団体を倒して炎で焼き払って息子を助けることはできたと思うんですけれども、オープン your eyes、 目を開けなさい目を開けなさいみたいな最後言ってたから、どうなんでしょう、あれをどう捉えるのが正解なのか、こういう考察あまり得意ではないんですけれども、ああ無事にとりあえずクリアができたのでよかったかなと思います。ということでタイトル画面普通に戻ってまいりました。アンホーリー、かなり特殊な世界観のあるゲームでございまして、ちょっと途中からなかなか話ついていけなくなって、パズルも難しくなって、ちょっと更新する頻度とかがかなり遅くはなってしまったんですけれども、無事クリアができましたのでこれで終わろうと思います。ゲーム始めたてのね前半の方はなんか現実世界っぽい感じで、マンションの中でなんかちょっと怖い要素があったりとかで結構よくできたホラーやなと思ったんですけれども、もう途中からはやたらとちょっと世界観がぶっ飛びすぎて、もうホラーっていうよりはなんかもう気持ち悪いのと、なんやろね、異質な世界すぎて、ホラーっていうよりはなんか、腹立つ方が先行してはしまいましたが、とりあえずクリアできた達成感に浸れたのでこれで終わろうと思いますけど、でもまたよくわからんなんか変わった感じのホラーゲームがあればまたちょこちょこ手を出していこうと思いますので、よかったらまた来てください。ということでご視聴ありがとうございました。また何かしら別の動画でもお会いしましょう。それではまた。よろしくどうぞ。